ヒ川ワキヨプライベートのモノトーン、コーデ披露し、大阪に来たで。めっちゃ好きやねん。歌手のヒ川ワキヨ47が30日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートのモノトーン、コーデを披露した。写真あり、金髪姿でマイアミビーチを堪能するヒ川ワキヨプライベートで大阪に来たで。 やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、黒のキャップ、ジャケットにダークグレーのスキニーパンツ、白のインナーにスニーカー、そして白のキャリーバック姿で新幹線のホームでポーズをとっているショットをアップ。12月20日、21日、22日新歌舞伎座でコンサート。そして12月26日、 二十七日にホテルニューオータに大阪でディナーショーがあります。お楽しみに、と PR した。氷川は二千二十二年一月二十一日、翌二十三年から活動休止することを発表し、心と体が思うようにならなくなった、と理由を説明。今年八月十七日にデビュー二十五周年記念コンサートを開催し、一年八ヶ月ぶりのステージ復帰を果たした。